おいおい、大の男二人が女の子捕まえて何やってんだよ。知ってっか、こういうの日本じゃ未成年略取っていう犯罪なんだぜ。怪我したくなかったら教授を離れ。おい、教官は降りてないぞ。赤坂に逃げ込めば問題ない。後ろを開けておけ。言ってえじゃねえか、バカ野郎。このガキ。悪い教授、もう少しだけここで待っててくれ。これかい、返すぜ。